気まがりです。お願いします。怖い話すんな。ライトが。あっち向けてる方がいいかな。まあまあいいんじゃない。怖い話みたいな雰囲気で。怖い話。まあいいんじゃないですかね。怖い話ということで。始まりました。気まがりレトロチャンネル。はい。毎日投稿も再開して。はい。やっぱね、ご飯も食べたりしだしてるやん。はい。9月ぐらいの毎日配信とかしてた、次の月ぐらいか10月ぐらいの、あの毎日むちゃくちゃ伸びてる感じやっぱ取り返したいな。いやー、でももう、コロナがもう収まらん限りは。あれって結局もう、毎回景色変わってさ、外食で。うん、確かに。なんか、これ前なんかちょろっと喋ったけどさ、うん、コロナ終わった飯行こうや。みたい、あれずるいよな。あ、ずるない。そんな顔で言わんでいいけど。コロナ収まったらよろしく。また、頼むわ。とか、あれ。俺らもさ、さすがにさ、最初の頃はさ、うん、俺最初の頃の動画見返してて、コロナ始まりかけ、吉本休みです、みたいな、うん。夏には収まってるやろ。さすが収まってるやろ、みたいな会話してんだよ、俺ら。そのつもりでやってるもんな。で、それを経て、今になってさ、うん、コロナ収まった飯行くや。もうコロナ結構収まらんのも分かってるやん。何をもって収まったやねんやしな、もうここまで来たら。そうそうそう、収まったらってさ、かなり置きに入ってるしさ、うん、そのコロナ収まったら選手権したい。どういうこと？大丈夫？コロナ収まったら。その選手権大丈夫？うん。いや、コロナ収まったら何々っていうので、うん、ギリいける。何やったら、はってなる。コロナ終わったら。って今先輩に、うん、どっちそれ、コロナ終わっても無理やろなのか、いやそれは、いや関係ないやろコロナなのか、別にいけるやろの方、もうコロナを使ってしてるやん、言い訳にしてるやんっていうことね、うん、コロナ終わったらフォローするわとツイッター、いやそれもうさ、いやボケやって分かったのちゃうやん、またあそれちゃうボケや笑ってもらってよ、そんな言われたら。あ、そっか。俺のアカウント感染源やと思われてるやん。いや、そうやな。もうごめん、フォローしたら、それやろうし。コロナ終わったら。何やろうな、コロナ終わったら。全然いろいろあると思うね。コロナ終わったら、釣り行こうやとか。また遊ぼうやのくくりでしょ、それって。うん。まあでも、一応ちゃんと気をつけてるやつっていうだけか。これどう、これどう、これリアル。何や。一瞬、あ、全然、あ、あれ、わかりました。っていう感じになりそうなやつな。おはようございます、みたいな。ありがとうございます。おう、おはよう、久しぶりやな。ちょっとまだ、コロナ終わった相談持ってや。これどう？何その言い名付け？コロナ終わったら相談乗ってや。わ。じゃあ言い訳とかじゃないやつ。だ一瞬さ、はいって言いそうやけど、今でも全然ってなりそうじゃない？その絶妙なライン。え、相談？相談乗ってやは意味分かれへんって。まあそうか。コロナ終わったら相談乗ってやはもうボケ。ボケか。いや、絶妙かな、いや、でも、一瞬、でもなってもな。一瞬、はい、はい、ってなってもな、はい。いや、全然。ライブのとか、勝手に変換するしな、こっち。ライブのそうだ。出演のみたいな。うん。だから、その、コロナ終わったらっていうワードは、それは今までは、私が何のこっちゃわからん時やったから、うん、もうすぐ終わるっていうのもあって言ってたと思うんだけど、うん、そろそろ全然終わらんっていうのも分かってる中で、コロナ終わったら、飯行こうやとか、もういよいよもう、ザ、行く気ないけど行くふりしてるみたいな。あの、行けたら行くわ、みたいな扱いされだすと思うよ、俺。いや、先輩後輩よりは、うん、男女感じゃ、一番、ほんまはリアルな。でも、一番優しい断り方ちゃう？告白して。告白して？まあ、コロナもあるからな、みたいな。ちょ、それは。ありかなしかで言うと、ガンダム。それは好きじゃないって気づくやん。それ、ご飯の段階にしようよ、それは。何日ご飯いいかみたいな。ちょっとコロナ怖いから職場厳しくてごめんやったらさ。あの、全然、脈なしで断られたって思わんと、優しく断れてる。でもな、俺それ優しくないと思うよ。俺はもうちゃんと、ないよって伝えるよ。もうそれは。でもご飯の段階、ご飯の段階でさ、いや、俺お前ないからって言われたら、はぁ、調子乗んなよと思う。脈あっても、こっちからは。いやいや、俺だってって別に今からでもスタンス変えれるよ。いやいや、調子乗らんとって。いや、でもそれ、別に。え、何がって言うと思うで、多分逆に。あ、今度は飯行こうやって言った時に、いや、うち強国なしやでって言われたら、まだそんなに。めっちゃムカつくな。めっちゃムカつくやん。みたいな感じよ。強国なしやでとか言われる。みたいな感じやん。え、私強国恋愛対象じゃないけど、別にいいとか。いやいや、そんな感じじゃないって。いや、行く気ではあるんやったら、一回行ってみるけどな、それは。恋愛対象じゃないから無理やわ、じゃなくて、恋愛対象じゃなくてもいい。やったら。いや、それで、もちろん、だって、あ、じゃあいいわって言ったらさ、脈でしか見てないやん。うん。
好き好きバレるから絶対これ行くパターンよ。だから女の子からしたら絶対生かす作戦かもしれない。なんでこんなん心理戦始まってる。いや心理戦、恋愛なんか心理戦し。確かに女の子はよく使ってるかもな、あの男女感。あとはあれちゃう、うちとかは全然家族仲いいけどさ、はい、やっぱまあ親鬱陶しいみたいなタイプもおるやん結構、うん、が帰ってきいやみたいな言われた時に一番手よく断れる方法ちゃう、コロナやから。はあ、優しいしな。うん。確かに、最善かも。そう。なんか、映したらあかんしのニュアンス含まれてるから。親、鬱陶しいパターンって何？うるさいもんなんじゃない？普通は。親。別に嫌いとかじゃなくて、鬱陶しいみたいな。もうないよ、多分。このぐらいの歳は多分。まあ、その、親のうるささ加減にもよるで、もちろん。逐一 LINE で、飯食ってんのとか。あ、でもその、もう。ないないし。愛情やろ。ないないしてんの。愛情、愛情、愛情。もう今となったらもうそれさえもう。いや、それ愛情って分かった上で、やっぱだるいやろ。毎日もしあったら。毎日か。無視やな。でも、しょっちゅうもう、月1ぐらいで絶対聞いてくんね。いつ帰ってくんのみたいな。無視やな。無視が一番冷たい。でも特殊、この俺らは、だって親が生存確認ができるやん、常に。うん。毎日生きてるかどうか確認できるやん。うん、別に。なんかで。でもやっぱりそうじゃない人たちはさ、こういう表に出る仕事じゃない人たちは、息子が東京で、うん。今何やってんのか分かれへん。でも全員 YouTube やった方がいいかもな、じゃあ。報告用。生存。家族報告用のは、全員やった方がいいかもしれん。の方がやっぱ安心やもんな。生きてるって、確認したいんちゃう、来てるってって言っちゃうな。でも強く分かれへんやん、だって明日はって思うやん親は。その生命の話してるっていう、あれその人類のいやでもずっと不安なんやって。それはマッキーみたいな歌やな、なんかそう、明日生きてるか分からんみたいな、明日出してんちゃう、そういう歌。全アーティストが一個はあるんちゃう、そういうの。明日まだ生きてるか分からないから。マッキー聞いたことある？え、そんな曲調？足目の人や。違いますよ。あ、ごめんなさい、拓也と。全盛期の拓也か。すいません。マッキー前髪斜めにしたことないから。インフィニットちょっとごちゃれてました。よろしいです。はい。マッキーインフィニティ。ちょっとだからみんなもちょっとコロナに終わったら何々っていうワードはもうそろそろやめ出した方がいい。嘘ってバレます。まあバレるというか、アスポ美人やなみたいな、なんか、うん、そうそうそう。浅いやつやと思われるかもね。そうね。ちょっと同じこと言うにしても言葉工夫した方がいいかも、ね。コロナ終わったら旅行行こうとかってほんまに思ってるパターンでも、うん、コロナ終わったらってなるかえへんから。行けたら行くみたいなことよな、今で言うと。そう、ほんまにそう。もうそうなっちゃってるから、そういう代わりがもうあげたら、お前から、これ使ってったら今後、コロナ。旅行の場合？いや、旅行とかじゃなくて全部に使えるやつ。コロナ終わったらに変わる、うん、これからこうやって言っていこうっていうのを、うん、ワンクールずつ変えてったらみんな飽きずに言っていけるからさ。はい。じゃあコロナ終わったらに変わる言葉お願いします。コロナ終わる直前にいかん。ちょっとあかんしな。ええやつにしてよ。直前、もう終わるから。終わると同時に、あ、終わると同時にはどう？あ、それめっちゃええかも。コロナ収まったと同時に行こうとか。あ、めっちゃええ。ほんまに行きたそう。ハズキが言うてそう、なんか。エルフの荒川。コロナ終わったと同時に飲みに行こう、マジで。うん、もうそれめっちゃええかもな。マジクサーとか言うてそうやろ。用意ドン待ってる感じな。うん。だからもう、クラウチングスタートしながら言った方がいいかも。終わったと同時に行こう。むっちゃええやん。これほんまにええんちゃう？うん。むっちゃええ。これちょっと使っていきましょう。使っていってください。終わったと同時に行こう。おやすみなさい。